今日はモバイルアプリ作成のための PowerApps Studio の操作画面を一緒に見てみましょう <music> こんにちは l i n s i g m a b l a c k b r d のマイクネガミです今日は PowerApps アプリ作成プロジェクト動画の第2弾ですこのソフトウェアのすごいところは元データからサンプルアプリを自動で作ってくれることです 前回の動画では元データを準備するときのコツとそのサンプルアプリを作るまでの手順をやりました。今日から実際に Power Apps の画面をお見せしていきます。これが元データからできたサンプルアプリです。1から作るよりもはるかに早いです。この作成環境を Power Apps Studio と呼んでいます。今日はこの各操作画面とそれぞれのコツを説明していきます。 僕の画面は英語版ですが日本語版もまだかなり英語表現がされているみたいですのでほとんど同じだと思ってくださいまず画面の左部分を見てみましょうここに現在自分のアプリ内にある全部品の名前が並んでいますこの四角のアイコンがスクリーンを表していて左の三角形をクリックすることでその画面内にあるラベルやアイコンなどの全部品を表示したり非表示にしたりできます この点々点をクリックして次のメニューからそのスクリーンの上下への移動や削除ができますまた他のスクリーンアイコンをクリックすることでその画面に簡単に移動できます次に画面内にある部品を見ていきましょう名前をクリックすることで直接その部品を選択状態にし編集ができますこれらを使って各画面をデザインしたり必要な機能を加えていくわけです 後でいろんな場所からこれらの部品を参照するのですがその時に今のようなデフォルトの名前だとその名前がどの部品を指しているか分かりにくいし書き間違えてエラーの元になったりしますですので各部品を簡潔に表す名前に書き換えた方がいいですダブルクリックをして簡単に変えられます全く同じ名前は付けられないので、 例えばスクリーン1以内の部品であれば1を部品内の最後につけるように僕はしています部品の中でギャラリーというのがありますこれによって指定したデータの一覧をとても簡単に表示できます次に画面右上を見てください今選択されている部品のプロパティが並んでいます日本語で属性ですね ここでその部品の多くの設定を変更することができます選択された部品の種類によって属性の種類も変わりますエクセルのようにパワーアップスにも数式バーがありその左にあるドロップリストから属性を選んで設定を変えることもできますこの属性の設定と数式バーでパワーアップス関数を組むことで難しいコードを書かずにアプリが作れるのです今後はパワーアップス関数についての動画もどんどん作っていきます 画面上部のメニューバーを見てみましょうホームではよく使うコマンドが並んでいて選択した部品の形色サイズを変更できますこれは使い慣れた Excel や PowerPoint と全く同じ使い方です Insert で新しい部品を追加できますこの c ント t r ル l をクリックして追加できる部品を見てください一般的なボタンやドロップダウンの他にカレンダーから日付をピックできるデートピッカーや 数値をスライドで入力できるスライダーも標準で装備されているのでこういう機能をアプリに簡単に実装できるのですその他のビューやアクションに関しては今後およい説明していきますそのまま右に行きましょう最初のボタンが「アップチェッカー」でそれをクリックすると 新しいセクションが出てきて、アプリ内にエラーがあればそこに説明や解決のヒントが出てきます。次のボタンがよくある戻ると進むですね。次の三角のボタンでいつでもアプリのプレビューを見ることができます。今日の内容をすべて記憶する必要はないです。使っていくうちに覚えていきますので、今日は操作の全体像をつかめていただければ嬉しいです。 最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いしますまた関連ビデオをクリックしご覧になってみてくださいそれでは